ナンバーアンダーラインアイが有明公演で涙の名曲披露3日間の感動秘話を大公開全国ツアー発表で歓喜ナンバーアンダーラインアイの感動ライブレポートを独占公開ナンバーアンダーラインアイの有明公演がこんなにも感動的で心に残るものになるとは誰も予想していなかったしかしこの3日間のライブは それぞれぞの日が全く違う魅力に満ちており多くのファンの心を震わせました初日から最終日まで3人のメンバーは全力でステージに立ち観客に最高のパフォーマンスを届けました特に最終日のオーラスではあの名曲が披露され会場は感動の涙に包まれました最終日の昼公演に参加できたという一人のファンは「 ステージの隅々ままで楽しませようとする彼らの熱意がとひしひしと伝わってきたと語ります彼は SNS を見ないように我慢していた分ライブレポート動画を見て再びその感動を味わおうと決心しました去年のこの時期には想像もできなかった素晴らしい世界に今自分がいるという幸せに浸っていると述べています3日間のライブを無事に終えることができ 何よりもケガなく完走できたことにメンバーやスタッフに対する感謝の気持ちが多くのファンから寄せられました盆の自転車についていた稲妻マークが最後のシーンで光るという伏線が回収された瞬間は多くの観客を驚かせ喜ばせました彼らのパフォーマンスは楽しい曲や爽やかな曲力強い曲や優しい曲と多彩なジャンルを網羅しており 観客を飽きさせることはありませんでした特に、Beyond Your Side は、災害に遭った方々や、様々な困難に直面している人々に向けたチャリティーソングとして披露され、その歌詞とメロディーが多くの人々の心に響きました。ライブの中でも印象的だったのは、岸くんが小さな子供にもっと、俺のこと、よく見てよ、といった場面や、歌詞を間違えた将くんに対して、伝わってますよ。 と優しく声をかけたシーンですこれらの瞬間は彼らの人間性と温かさを感じさせるものでしたまた福井公園については災害に見舞われた地域に対する特別な思いが込められていました彼らの声が少しでも近くで届くことが多くの人々の励ましとなり癒しとなることを願っています3日間のライブを通じて 観客とメンバーの間には強い絆が生まれまれしたライブに参加できなかった人々もリアルタイムで共有された情報や感想を通じてまるでその場にいるかのような感覚を味わうことができましたこれは SNS やファン同士のコミュニケーションがもたらす新しいライブ体験の形です最終日のダブルアンコールでは「BeOnYourSide」が再び歌われ 観客全員が一体となってその瞬間を共有しましたこの曲は災害に遭った方々に対する思いやりと彼らが持つ力強さを象徴するものですナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲には聴く人々を明るくしつなげる力があると信じていますライブ終了後ファンからの感謝の声が多く寄せられました特に 三人のメンバーが見せたパフォーマンスや MC のシーンに対して多くのファンがその瞬間を鮮明に思い出し喜びを共有しました彼らの言葉や行動がどれだけファンの心に響いているかを改めて感じることができました今回のライブは彼らが約束を守り全国各地のファンに会いに行くという決意を実現したものでした事務所の変更により 以前のようなゲリラライブは難ししくなったかもしれませんがファンとのの距離を縮めめるための努力は続けられています。ライブが終わった後もファンはその余韻に浸り続けました彼らの心には今回のライブで見た景色や感じた感動が深く刻まれていますこれからもナンバーアンダーラインアイの情報を追い続け彼らの成長と新しい挑戦を応援し続けることでしょう このライブを通じて感じたこと、それは音楽が持つ力と人々をつなげる力の大きさです。ライブに参加できた人々も、そうでなかった人々も、それぞれの方法でこの感動を共有し、喜びを分かち合うことができました。これは、ナンバーアンダーラインアイというグループが持つ魅力と、彼らがファンに与える影響力の証です。これからも彼らの活躍を見守り、 応援し続けることで新しい感動と喜びを共有していきたいと思いますファンとしての一体感と彼らとの絆を大切にしながら次のライブやアルバムのリリースを楽しみに待ち続けることでしょうそして最終日公演の演出は素晴らしく毎日違う MC も楽しめました翔くんのツッコミや笑いを誘う場面はファンにとって忘れられない思い出となりました 彼らの約束を守る姿勢に感動し、全国ツアーやフルアルバムの発表に歓喜しました。アルバムのリード曲が神宮寺くんのプロデュースであること、盆の最後のシーンで光った稲妻が曲の題名につながるという伏線回収も多くのファンにとって大きな驚きと喜びをもたらしました。このような細やかな演出がファンの心を捉え、彼らのパフォーマンスに対する期待をさらに高めました。 有明公演を終えて彼らが見たかった景色が実現し多くのファンがその感動を共有することができましたライブ後のインタビューや SNS での反響も大きく彼らの努力と情熱がどれだけの人々に影響を与えたかがよくわかりますライブの中で語られたエピソードや MC のシーンはファンにとって特別な意味を持つものです 彼らの言葉や行動に込められた思いやりやユーモアが多くの人々に感動を与えました今回のライブを通じてナンンバーアンダーアダラインアイが持つ力と魅力を改めて感じることができました彼らの音楽が持つ力強さと優しさが多くの人々の心に響きつながりを生み出しましたこれからも彼らの活躍を応援し続け 次のライブやアルバムのリリースを楽しみに待ち続けることでしょうそしてライブに参加できなかったファンも SNS やライブレポート動画を通じてその感動を共有し喜びを分かち合いましたこれは新しい時代のライブ体験の形であり音楽が持つ力を再認識させるものですライブ終了後の余韻に浸りながら 多くのファンがこれからもナンバーアンダーラインアイを応援し続けることを誓いました彼らの成長と新しい挑戦を見守りながら次のライブで再び会えることを楽しみにしていますこのようにナンバーアンダーラインアイの有明公演は多くの人々に感動と喜びを与え彼らとの絆を深める特別な時間となりましたこれからも彼らの音楽を聴き続け 応援し続けることでさらに多くの感動を共有していきたいと思いますそしてライブに参加できなかった人々もその感動を共有し喜びを分かち合うことができましたこれは新しい時代のライブ体験の形であり音楽が持つ力を再認識させライブ終了後の余韻に浸りながら多くのファンがこれからもナンバーアンダーラインアイを応援し続けることを誓いました 彼らの成長と新しい挑戦を見守りながら、次のライブで再び会えることを楽しみにしています。このように、ナンバーアンダーラインアイの有明公演は多くの人々に感動と喜びを与え、彼らとの絆を深める特別な時間となりました。これからも彼らの音楽を聴き続け、応援し続けることで、さらに多くの感動を共有していきたいと思います。そして、 ライブに参加できなかった人々もその感動を共有し喜びを分かち合うことができましたこれは新しい時代のライブ体験の形であり音楽が持つ力を再認識させるものですライブ終了後の余韻に浸りながら多くのファンがこれからもナンンバーアンダーアダラインアイを応援し続けることを誓いました彼らの成長と新しい挑戦を見守りながら 次のライブで再び会えることを楽しみにしていますこのようにナンバー,ア,ンダーラインアイの有明公演は多くの人々に感動と喜びを与え彼らとの絆を深める特別な時間となりましたこれからも彼らの音楽を聴き続け応援し続けることでさらに多くの感動を共有していきたいと思います